おはようございます。釣り子 TV です。釣り具屋さんにいよいよこれ並んでました。前職ね、買ってきちゃいました。ロデオクラフトと、デプスのですね、コラボレーションのラバージグ、RC フラットパックジグがですね、ついに発売開始となっておりました。厳選された5色っていうことで、どの色もね、効くよーなんていう感じでね、松本さんに聞いていたので、取り急ぎ全部、買ってきてみましたけども、まあ、こんな感じの色とか、まあこんな感じの色とかね、ちょっとこの後で見ていきたいと思いますけども、まずはね、どんなルアーかね、ちょっと見ていきたいと思います。これね、パッケージがめちゃくちゃ長いね。ここのね、後ろの方がね、結構ね、長めのテールがついていてっていうことで、こんな感じのパッケージなんですけども、8分の3オンスのね、05番っていう色をね、これ開封していこうかなと思いますけども、裏はね、こんな感じですね。ちょっとした説明書きなんかも書いてありますね。あ、でね、価格がですね、935円ということで、ラバージグにしてはまあまあ高額な、935円っていう値段ですね。じゃあね、この早速、ブラウンプロブルーっていうね、このカラーね、かけていきたいと思います。はい。ガー、出てきたー、これ。すごいね、このボリューム感、わー、ファサファサですね、ファサファサね。これ単体でもなんかもう釣れちゃいそうなね、ここら辺がね、ワームみたいなぐらいの、それぐらいの、ボリューム感がありますけども、見ていきたいのは、ここはもうね、デプス伝統のフラットバックジグのね、ヘッドなんですが、はい、こんな感じのね、結構ね、針がね、でんごっついね、巨大なポークルアーなんかでもバッチリとね、フィットするような、そういった針がついてるんです。ちょっとこれ取りますね。はい、カバーの方外してみましたけど、こんな感じの針が、ついていて、でね、気になったのがこういった従来のフラットバックジグとどんぐらい違うのかなっていうのがね、気になったので、ちょっとこっちもね、開封してみたいと思います。これはまあもう買って知ったるですね、フラットバックジグですね。はーい、開けてね、出していくとこんな感じ。ちょっとこれもカバー取っちゃいますか。はい、これがね、従来のフラットバックジグですね。で、こう、RC フラットバックジグとね、並べると、このね、だいぶ大きく後ろにセットバックしたこの感じ、わかりますかね。この手前側のが従来のフラットバックジグで、それでもってこの後ろ側にあるね、こっち側が、RC フラットバックジグっていうことでね、だいぶこう針がね、後ろに微妙な違いだけど、だいぶね、針の雰囲気がね、違うのがわかりますでしょうかね。ここら辺の微調整が、松本さんのですね、釣りのポイントになるっていうことで、このね、RC フラットバックジグにすることによって、この専用のね、針を搭載したことによりしっかりと巨大なポークルアーを泳がせることができるっていうね、そういう仕様みたいですね。はい、でさらに松本さん仕様にしたい場合はこれね、最初の状態だと返しがついておりますが、この、返しを潰してつるんと、ポークをつけて、それでもってね、こういう感じのですね、脱落防止のね、まあゴム、これを噛ませてポークだけがすっ飛んでいかないようにするっていうね。で、使い終わったらこれをまた取って
ってでポークも取ってケースに入れて、保管するっていうね、こういう使い方を習いましたよ。だからこれね実際に使うときは自分もね、返しを現場で潰してそれでもってね、ポークルアーをねつけてみようかななんていうふうに思います。そしてこの後ろのねこのボリューム感にさらに新しく出たヤバタンとかポコタンをつけることによって一体感が生まれてそれで巨大バスをこうブワンブワンとねこうね誘い出すっていうねこういうことみたいですね。でね実はねポークのね、ヤバタンねこの前買ったんですけどもまさかの家の中でヤバタンがそうなんていう非常にヤバタンな状態になっております。もう今の時期に使わなきゃっていうタイミングなんですがちょっとね今ね家のね大整理中でねそれで買ってね袋に入れたまんまねちょっとヤバタンが家の中で、紛失っていうすごいヤバタンな状態でございます。まあねとりあえずねジグはねもう買ってねこれねなくさないようにすぐにもうバッグの中入れとこうと思ってね早速動画を回し出しているんですけども、はい、じゃあねカラーの方も見ていきたいと思います。今回はねマニアックスでね発売当日ぐらいに買いに行ったんでねなんとかね全色買うことができたんですけど、まずはこれがですねですねブラックですね。ブラックといってもちょっとした青ラメが入っているんでね、ソリッドブラックっていう感じではなくてですねブラックブルーフレークといった感じでしょうか。はい、こんなカラーとあとこれですよね、ブラック&ブラウンで、これブラウンだけじゃなくてここの後ろの長い毛がですねブラックになってますね。これ人気カラーなんじゃないですかね。ヤバタンポコタンでもウンピーブラウンがめちゃくちゃ人気っていう風に聞いているのでそういったウンピーブラウンと合わせる時にこのカラーもねジャストなんじゃないかなっていうことで、実はね8分の3オンス買いたかったんですけどもうね売り切れちゃってて、2分の1の、ブラック&ブラウンねこの茶色っぽいから買ってみました。あとははい、こんな感じ。ホワイトってカラーがありましたよ。これはどういうタイミングで入れるんでしょうかね。今度釣り場とかで松本さんに会ったらぜひ聞いてみたいんですけども、ホワイトどんな時に入れるのかなね。結構ね白っぽい巨大なポークなんかも持っていたのでそういった、まあ、色の抜けたポークと合わせる時なんかに使えるのかな。ちょっと聞いてみたいですね。はい、そしてこちらがですね、グリーンパンプキンということでこれもまた釣れそうですね。いろんな、ね、トレーラーと合わせやすそうなねそういった感じのカラーね、ありました。まあちょっとねこれ楽しみにしていた、ジグなので、あれジグどこ行った、はいね、デプスとロデオクラフトのね奇跡のコラボレーションということでこれはがぜんね買いではないでしょうか。ラバージグ好きの人とかね、フラットバックジグ大好きだけどちょっと針がね、まあそれによってスナックレス性能が非常に高いんですけどもうちょっと針でかくないかななんて思っていた人たちにもねぴったりな、ルアーじゃないかなっていうことで、自分はね針がね伝言つくてでかいねコンツアージグってね、デプスのジグこれが好きでねよく使っていたんですけども、このね RC フラットバックジグってのもね選択肢にね、増えてきたんで、もちろん、従来のフラットバックジグも使っていくんですけども、せっかくね登場したんで、松本さん直伝のですね巨大、なんだろう巨大魚狙いのねスーパールアーになるかと思いますんで、これに大きめのポークなんかをねつけてね、いろいろ投げてみたいと思います。いやー楽しみでしたね。釣り子 TV の方ではですね開発中のこのねジグこれをどういう感じで使うかなんていうのね、動画にまとめたものなんかもありますので、この上の方とかにこの動画だよって貼っておくのでぜひ見てみてください。はい、というわけで、本日の釣り子 TV はこちら、ロデオクラフトから、新登場のですねロデオクラフトと、デプスのですねコラボレーション、
RC フラットバックジグ、これをね全色買ってきてみたよって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。